日本語能力試験懲戒 N2 問題1一番 1> 大学で女の留学生と先生が話しています女の留学生は新入生のオリエンテーションで何の話を担当しますか 先生、新入生のオリエンテーションの件で話があるって聞きましたが。あ、ハンさん、そうなんですよ。ハンさん、新入生の時、先輩の留学生がオリエンテーションに何人か来て、自分の体験を話してくれたの覚えてるはい。先輩からサークルやアルバイトの話を聞いたの覚えています。そうですか。で、実はね、優秀な成績だということで、ハンさんの勉強の進め方や、 その工夫などについて紹介してほしいんです。アルバイトやサークルで忙しい中でも勉強を頑張っているみたいだし、新入生にも良い刺激になると思うから。わかりました。私でお役に立てるなら引き受けさせてもらいますが、新入生ってサークルやアルバイト、それに就職に興味あるんじゃないかなと思いますけど。ええ。そのことについては他の学生が担当してくれることになってるんです。 わかりました。あ今度就職についてご相談したいことがあるんですがよろしいですかもちろんです。女の留学生は新入生のオリエンテーションで何の話を担当しますか 2番、2> 農家で農家の女の人とアルバイトの男の人が話しています。アルバイトの男の人はまずどんな作業をしますか中村君、今日からよろしくお願いします。農作業はしたことありますか祖父がが庭で野菜ををを作っってて、土を耕したたたり、りり種ままいすす。るのは手伝ったことがありますじゃあ全く初めてじゃないんですね。 うちはいろんな野菜を栽培してるんだけど、今の時期ネギの収穫をやってるんです。はい。ネギの畑の雑草を抜く作業をやってもらえますか収穫は明日機械でするんだけど、余計な草を抜いとかないと途中で機械に絡まっちゃって機械を止めないといけないんです。そうなんですか。大変だけど大事な作業なんでお願いします。これが終わったら隣の畑に ほうれん草の種をまくから私と一緒にお願いできます土を耕やすのは住んでるからわかりましたアルバイトの男の人はまずどんな作業をしますか 3番男の学生と女の学生が話しています。男の学生はこれからまず何をしますかビジネスの立ち上げ方のセミナーの申し込みもうやったうん。ホームページから申し込みしたよ。そっか。僕も申し込みたいんだけど受講料の支払いってクレジットカードが必要じゃないまだクレジットカード持ってないから。 ホームページに振込先の銀行名と口座番号が書いてあるから振込でも払えるよ。確認してみて。え、そうなんだ。知らなかった。もう一度ホームページ見てみる。支払いが済んだ用紙の写真を添付すればホームページから申し込みできるって書いてあったよ。ありがとう。でも、やっぱりクレジットカードがないとこんな時本当不便だね。そうだね。 今回のセミナーの申し込みにも間に合うかもしれないから早速カード作ろうかなだけどクレジットカードは自宅に届くまで2週間くらいはかかるかも申し込み今週いっぱいだよそっかじゃあ今回は間に合わないしまた今度にしよう男の学生はこれからまず何をしますか 4番建築設計事務所で女の人と課長が照明の設計について話しています。女の人はこれから何を変更しますか課長カフェ北山に提案する照明デザインなんですけど案を見ていただけましたかうん見たよ。この資料だよね。前回見せてもらった時は 天井に大型の照明を一つ取り付けるってことだったけど、今回の案では天井から小さめの照明をいくつも並べてぶら下げることにしたんだね。はい。面白いと思うよ。天井からぶら下げる高さもよく考えてあるね。ありがとうございます。あの、照明器具の素材はガラス製のものにしたんですが、どうですかガラスも悪くはないと思うけど、店の雰囲気から考えると、 和紙なんかも合うね。あ、考えていませんでした。そうですね。そうしてみます。光の強さについては、リラックスする空間にふさわしく抑えてあるね。明かりの色は白すぎず、温かみのある色になってるから、案の通りで。はい、わかりました。女の人はこれから何を変更しますか 5番説明会の会場で課長が部下の社員に話しています部下の社員は今日この後何をしますか皆さん暑い中明日の新商品説明会の準備をありがとうございますおかげさまで机椅子は準備が整いパソコンやスクリーンの設置は当日を行いますので パンフレットが入った封筒を各机に置いて準備は完了となります。今回の説明会は規模がかなり大きいので、当日は来場者の案内もよろしくお願いします。部下の社員は今日この後何をしますか 問題21番男の学生と女の学生が話しています。女の学生が林業のイベントの中で一番興味があるのは何ですか週末予定ある前林業について興味あるって言ってたけど 南町の林業センターで林業について学ぶっていうイベントを見つけたから一緒にどうかなと思って。うん、行ってみたい。これパンフレット。地域の林業についての講義とか、実際に近くの山で木を切り倒したり、林業の基本作業も体験できるよ。実際に木を切ったりする作業ができるってこと面白そうあ、人工呼吸の練習もやるんだね。 うん。林業は危険な作業もあるし、安全について学ぶ時間もあるみたいだね。へえ。もしもの時に役立つし、知ってて損はないよね。でも、私はやっぱり作業が一番楽しみ。うん。僕は、この木材を使ってする工作、やってみたいな。吉田くん、ものづくり好きだよね。 女の学生が林業のイベントの中で一番興味があるのは何ですか 2>, ?2 番パン屋で店長と店員が話していますこの店では客を増やすためにどうすることにしましたか 最近、お客さんの数が減ってきたね。近くに新しい店ができたせいでしょうかね。パンも売れ残るようになりましたしね。どうにかしないとね。この辺は学生さんが多いから、パンの値段を下げたいところだけど、原材料の価格が上がってて厳しいんだよね。そうですか。うーん。開店時間を早めて、通勤・通学の時間に店を開けるようにするとかは、 そうだね。朝が早いとアルバイトを見つけるのが難しいんだよね。そういえば、このお店ってホームページありませんよね。もっと宣伝に力を入れたらどうですかうん。その方がいいのかな。前に近所の人にチラシを配った時は、割引券もつけたけど売り上げが伸びなかったんだけど。ああ、まあ、今は美味しいと聞けば、 遠くでもお店の情報を検索して買いに行く人多いですし、早速やってみましょうよ。そうだね。やってみよう。この店では客を増やすためにどうすることにしましたか 3番小学生の子供がいる女の人と男の人が話しています男のの人が学校の手伝いを始めた理由は何ですかあ山本さんあのちょっと伺いたいんですけど保護者として小学校のお手伝いの活動に参加されてますよねええ息子が入学した頃 ちょうど仕事以外でも人間関係を広げたいと思っていたから他の保護者の皆さんと知り合えないかと思ってそうなんですね先週桜町のお祭りに行ったんですがお祭りも小学校の保護者が手伝ったりしてるんですねええ地域の行事に小学校の保護者も協力するんですよ地域に関われるのが一番の魅力だとおっしゃる方もいらっしゃいますあと 学校の先生方のことをよく知ることができていいという方も多いですよどうですか加藤さんもちょっと興味あるんですけど仕事も忙しいし短い時間でできる活動もありますよ前に学校での子供の様子をもっと知りたいっておっしゃってましたよね活動に参加するとそういったこともわかりますよはい学校での様子は親として一番気になることだし考えてみようかな 男の人が学校の手伝いを始めた理由は何ですか4番男の人と女の人が着物について話しています女の人はどうして着物に夢中になったと言っていますか 着物を似合ってるね。よく着物着てるけど、着物って高いんだよね。そんなことないよ。これ、全部で1万円ぐらい。今はフリーマーケットとかで昔のものが安く買えるの。古い着物って、今のと違って個性的な柄も多いし。へえ、特に古い着物が好きなのうーん、そういうわけじゃないんだけど、新しい着物は学生には高いからね。そう。 僕も結構興味あるんだけど、ちょっと難しそうで、帯と着物の色の合わせ方とか、小物との組み合わせも考えるんだよね。うん。最初に着物を買ったお店の人が教えてくれたんだけど、合わせるもので同じ着物とは思えないってぐらい印象が変わるんだよ。私そこから毎日着たいぐらい大好きになっちゃった。そうなんだ。ねえ、着物ってやっぱり目立っちゃうよね。 ジジロジロ見られたりしないそれが嬉しいって言ってる友達もいるけど私は他の人の目は気にならないんだ女の人はどうして着物に夢中になったと言っていますか 5番。会社の会議で課長が話しています。会社で今年度から始める健康のための取り組みは何ですか今年度から始める取り組みです。我が社では3年前から社員の健康維持を目的とした取り組みを続けています。今年度は4つの取り組み。 1>, 1ヶ月に歩いた距離の合計を競うウォーキングコンテストの実施、体操動画の公開、運動用品の支給、食事のアドバイスを行い、皆さんの健康を支えます。このうち歩行距離を競うことは、昨年度末の社員へのアンケート結果を受けて新たに採用になりました。食事に運動に、これからも健康第一で頑張りましょう。 会社で今年度から始める健康のための取り組みは何ですか六番シンポジウムで大学の先生が共同研究の話をしています先生はこの研究の中で 何が一番難しかったと言っていますか気候の変化を正確に予測するためには、海の温度を測ることが大切です。しかも、多くの場所で海の表面だけでなく、深さ1000メートルとか2000メートルのところの温度も測る必要があるのです。そのための計測器の開発が非常に難しかったんです。 そしてさらに困難だったのはいくつもの国から協力してもらうことそれが実現してようやく世界中のデータを研究のために使えるようになりましたデータは膨大な量となり分析には時間もかかりますがかなり正確な予測が行われるようになりました先生は この研究の中で、何が一番難しかったと言っていますか問題三。一番大学で、先生が授業の始まる前に学生に話しています。 授業を始める前に聞いてもらいたいことがあります、えー。私は環境問題の解決に取り組んでいる団体のメンバーとして活動をしています。団体では月に1回程度イベントを行っているのですが、先週末に予定されていたイベントが天候の影響で来週の日曜日に延期になってしまいました。そのため、 本来お手伝いいただこうと思っていたボランティアの方々の参加が難しくなりましたもしこの中に環境問題のイベント運営に興味がある人がいたら授業の後にでもぜひ私に声をかけてください先生は何について話していますか1 ボランティア参加の呼びかけ。2>, 2。環境問題を解決する大切さ。3。イベント運営の難しさ。4。授業内容の変更。 2>, 2番、テレビで医者が話しています。夏になると体がだるい、食欲がないといった症状が出やすくなります。こういった症状は、例えば、暑い屋外と冷えた室内を行き来することで体温調節がうまくできなくなったり、また汗をかくことで、 体の水分が不足気味になったりすることで起こると考えられています。また、寝苦しさによる睡眠不足でもそうした症状が出やすくなります。医者は何について話していますか ?1 夏に行うと良い運動二、 夏の体調不良とその原因。3。夏の睡眠不足を解消する方法。4。夏を健康に過ごすための食事。3番。テレビで小学生の女の子と 今、宇宙にいる宇宙飛行士が話しています。こんにちは。今井花、5年生です。こんにちは。宇宙飛行士の本田です。えっと、質問があります。宇宙は重力がないと聞いたことがありますが、どんな感じですかはい。宇宙には重力がありません。ですから私は今、無重力の中にいます。 体が床から浮きます。背骨の骨と骨がつながっているところが少し伸びて、1センチくらい背が伸びるんですよ。わー、私も宇宙飛行士になってそういう体験してみたいです。ええー、ぜひなってください。それから顔が丸くなるんですよ。地球では重力で下に引っ張られて下半身に行っていた血液などが、 上半身に生きやすくなるので他には足の裏の皮が柔らかくなりますこれは地面に足をつけて歩かないからですねへえそうなんですね宇宙飛行士は何について話していますか無重力の仕組み 2, 2宇宙で行う実験3宇宙飛行士の生活4宇宙での体の変化4番高校の卒業生が集まる会で校長が話しています 本学園は再来年創立100周年を迎えるにあたり社会の変化に対応した教育が行える新校舎の建設を予定しております代々の卒業生の皆様には日頃からご支援いただいておりますが学園の未来に対し改めてご寄付という形でご協力いただければ幸いですご協力いただいた方には新しい校舎1階の壁に お名前を入れさせていただきます。ぜひ完成を、皆様とお祝いできればと思います。校長が言いたいことは何ですか一、社会と教育の変化二、新しい校舎のイメージ 卒業生の活躍4信仰者のための寄付の依頼5番市民向けのセミナーで鳥の専門家が話しています私たちに身近な鳥カラスですが。 ゴミを荒らしたり、鳴き声がうるさいなど迷惑な存在で、生き物としてはあまり関心を持てないかもしれませんね。そのカラスですが、カラスの仲間は世界に約40種類、そのうち主に2種が年間を通して日本各地で見られます。カラスの鳴き声を観察したところ、十数種類の鳴き方があり、鳴き合うことで同じ群れの仲間が確かめたり、 相手との距離や飛んでいる方向を確認したりして、コミュニケーションを取っていることがわかりました。また、連続して鳴く場合は、食料の場所を仲間に知らせていることが明らかになりました。鳴き声を上手に使っているんですね。鳥の専門家は、カラスの何について話していますか 1, 1. 種類によって鳴き方が違うこと。<S 2. 鳴 <2 S 1> き声による被害と対策。3. 鳴き声を出す仕組み。4. 鳴き声に意味があること。 問題41番このお皿、色はともかく使いやすいんだよね。1この皿、完璧ってわけだね。2, 2そう、色も悪くないと思うけどね。3, 3君が好きな色だよね。 じゅんさん、じゅんさんの企画、予算の面で部長にひどく反対されたけど、諦めることないよ。1、諦めるしかないんですか。2、2> はい、もう一度見直してみます。3>, 3、直しても無駄だとおっしゃるんですか 3番。一人暮らしを始めてから野菜が不足しがちなんだよね。1。1> 野菜を取りたくないんだね。2>, 2。野菜十分足りてていいね。3。気をつけて野菜も食べないとね。 4番昨日テレビで歌手の小林優斗を見たけど忘れられつつあるよね。1ずっと人気あるよね。2, 2確かにあの人よくテレビで見るね。3, 3ああ、そんな人いたね。 5番。仕事、簡単に辞めるべきじゃなかったんじゃない ?1。1> ちょっと後悔してるんだ。2。もっと早く辞めるべきだったってこと 3>, ?3。辞めてよかったよね。六番。 この間の花見、あいにくのお天気でしたね。1、お天気よくなくて残念でしたね。二、よく晴れて気持ちよかったですね。3、3> 期待通りの天気でしたね。七番。 僕が勤めてる会社、上司に意見を言いやすかったらいいのに。1、1> 上司にいろんなことが話せていいね。2>, 2、上司に思ったことが言えない環境なの ?3、上司が意見をよく聞いてくれるんだ。 8番山田課長佐藤さん転んで骨折したけど入院せずに済むそうです 1, 1入院しなくていいんですね 2, 2入院するんですか大変ですね3入院するかどうかわからないんですね 9番。体に悪いと知りつつ、夜中にお菓子食べるのをやめられないんだ。1。体に悪いって知らなかったの 2>, ?2。わかっていてもやめられないことってあるよ。3。3> 健康に良くないから我慢してるんだね。 10番、昨日のイベント、予想に反してたくさんの人が来たね。1、もっとたくさん来ると思ってましたよね。2、2> 私たちの予想通りでしたね。3>, 3、思っていたより多かったですね。 このこども供用のなぞなぞの本やってみたんだけど半分も解ければいい方だよ1大人でもそんなに難しいの2子どもにとって優しいの3大人なら簡単に解けるの。 問題51番博物館で職員3人が小学生向けの科学教室の企画について話しています次の子ども科学教室空気中で音が伝わる仕組みっていうテーマだったよねなかなかいい企画だけど今のままだと時間をオーバーしそうだから 内容を削りたいんだ。今の案では、前半で仕組みを説明して、後半で身近なもので楽器を作るっていう工作をする構成になってますよね。ストローを使った笛と、空き缶を使った太鼓。内容を削るなら、工作を二つじゃなくて一つにしましょうか。ええー、何度も試作したんですよ。工作は両方残しましょうよ。じゃあ、 前半の説明のところもう十分短くしてありますよねそうだねそこはこれ以上カットするとただの工作教室になっちゃうから企画と合わないよね工作は2つ紹介してどちらかやりたい方を子どもが選んで作れるようにしたらどうですかなるほどねどっちにするか迷って時間がかからないように 進行の仕方を検討する必要がありそうだけど、他には、ストローとか空き缶とか工作の材料をこちらで事前に切っておいて、準備の時間を短縮するという手もありますが。それでそんなに時間が変わるでしょうかそうだね。それに、準備するところから子供たちに体験してもらいたいから。そうすると、子供に選んでもらうさっきの案にしよう。 三人は内容をどう変更することにしましたか一、1 1> 紹介する工作を一つにする。二、<2 S 1> 前半の説明を短くする。三、<3 S 1> 作らせる工作を一つにする。四、<4 S 1> 工作の材料を切っておく。 2番ラジオを聞いて女の学生と男の学生が話しています来週から1週間山川市で桜映画祭が行われます鑑賞の仕方が少し珍しい映画を4つご紹介しますまずはアニメ映画の「白い雲」映画を見ながら 歌ったり手を叩いたりしてもいいことになっているので、にぎやかに楽しめます。それからミステリー映画の緑の列車。こちらはオーケストラが映像に合わせて生で音楽を演奏します。恋愛映画美しい一日の会場は、今回の映画祭で唯一の屋外の会場です。山川公園に臨時でスクリーンが設置されます。 今はいい季節だから気持ちがいいでしょうね。最後にミュージカル映画旅の空会場のレストランで食事を楽しみながら鑑賞できます。今言ってた映画祭二人用のチケットが2枚あるんだけど一緒に見に行かない二つ見られるから一つずつ選ぼう。え、いいのうーん、僕前に 映画の音楽に合わせてみんなで歌ってもいいっていう映画見に行ったことがあるんだけど、一体感があって楽しかったよ。へえ、日本では静かに見ましょうっていう映画館の方が多いけどね。うん。あの雰囲気をまた味わいたいな。いいね。一つはそれにしよう。私は、うーん、美味しい食事を楽しみながらっていうのも魅力的だけど、開放感がある外で見てみたいな。 じゃあ、そうしよう。質問1。1> 男の学生は、どの映画を選びましたか?。質問2。女の学生は、 どの映画を選びましたか